皆さんこんにちは。法則学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。前回と同じように塾でやってるクイズ、これを紹介したいと思います。天使と悪魔と人間というクイズです。皆さんも挑戦してみてください。ある島に ABC の3人が住んでいました。この3人、実は1人は天使で、1人は悪魔、1人は人間なんです。そして天使は常に真実を言います。つまり本当のことしか言わないんですね。悪魔は常に嘘を言います。嘘しか言わないと。そして人間はというと、人間は嘘をついたりつかなかったりね、嘘を言ってみたり本当のことを言ってみたりするわけです。そしてじゃあ下の会話、ここに会話があるんですけど、この会話から ABC それぞれの正体を当ててください。こういう問題ですね。 A は私は天使ではない、こう言っています。 B は私は悪魔ではない、 C 私は人間ではないということです。皆さんはどうぞここで一度動画を止めて考えて、答えが分かったら再生ボタンを押して答えを確認してみてください。では考えてみますね。 A 私は天使ではないと言っています。もし A が天使だったら、この私は天使ではないというのは嘘になってしまいますよね。天使は本当のことしか言わないんですから、これ嘘になりますから A は天使じゃないんですね。では A が悪魔だったらどうでしょう。悪魔が私は天使ではないと言ったら、これ本当のことになっちゃいますよね。だから悪魔は常に嘘しか言わないのに、これ本当のことになっちゃうんで、 A は悪魔でもない、つまり天使でもなくて悪魔でもないということが分かりました。ということは A は人間ということになりますね。じゃあ B です。B、 私は悪魔ではないと言ってます。もし B が天使だったらね、私は悪魔ではないっていうのは本当のことですよね。もし B が悪魔だったら、私は悪魔ではないというのは嘘になりますよね。つまり B のセリフからでは B が天使なのか悪魔なのかというのはわからないわけです。じゃあ C なんて言ってるか、私は人間ではない、こう言ってます。もし C が天使だったら、私は人間ではないというのは本当のことですよね。真実です。 C が悪魔だったら、私は人間ではないというのはこれ本当のことになってしまいますよね。悪魔は嘘しか言わないのに本当のことになってしまうので、 C は悪魔じゃないんですね。つまり C はこれ天使なんですね。そして B が悪魔と、このようになるわけです、ね、A が人間、 B が悪魔、 C が天使。このセリフからそんなことが分かりました。楽しんでいただけましたか？今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。